こんばんは。どうも。いらっしゃいませ。毎日暑いですね。続いてますね、暑い。今日はお腹空いてるっていうことなんで、はい、思い切ってチャーハンでいきましょう。おー、はい、あの秋鮭のハラス、これ焼いてますんで、これほぐしてチャーハンにしっかりと絡ませて美味しいチャーハン作っていきます。じゃあ始めていきます。結構このハラスはあの塩気がないので結構大きくてもいいと思います。結構量入ってもね美味しいと思うんで、たっぷり入れていきたいと思います。せっかくなんでね、皮も入れていきたいんでね。ではこれ炒めていきます。はい、お待たせしました。秋鮭のハラスチャーハン。ありがとうございます。わあ、めちゃめちゃ美味しい。うん。ハイボール。角ハイ。いやー、分かっていらっしゃいますね。チャーハンにはこれですね。いただきます。はい、じゃあ、いただいていきます。はい、美味しいのは当たり前なんですけど、ハラスが抜群です ね、はい、そうですね。なんか味付けってされたんですか？味付けは普通に塩コショウ、酒、お醤油のみですね。うん、はい、旨味調味料とかもね、あのよく入れたりするんですけど、やっぱりそれの味になっちゃうんで、であればちゃんとしたハラスの味で、はい、引き立ってるんじゃないかなと思います。ハラス自体がそんなに塩気が持ってないんで、うんうん、だから多分そこまでのこうしょっぱさとかっていうのが押し付けがないっていうかね、多分ちょうどいい具合になるんだと思いますよ。上にかかってるのは大葉ですね。刻んだ大葉、はい、これがまたちょっと香りがね変わってきますよね。うん、もう途中でこう味を変える感覚でかけるとだいぶ変わりますね、うん、こんな楽しみ方があるんですね。そうですね、やっぱり香りが違ってくるとだいぶ味が変わった気がするので、うん、あ、これハラスの皮も入ってるんですね。皮も入ってますね、うん、はい、行きましたね。行きましたね。あった。これぐらいにしておきましょう。これぐらいにしましょう。今日止まんなくなっちゃうんで。このハラスもネット販売してる秋鮭のハラスなんですよ。あ、そうなんですね。はい。マイモンのオンラインストアで流通でとかあと、あっという間に使えますから、すごい便利ですね。
頼むと大体1キロのワンパックで来てますから、はあ、結構な量なんですけど、意外と小分けにして使うとあのすごく便利な食材ですね、うん、クリームシチューとかにもありますし、はい、もう本当にそのままもう塩を、美味しい塩を用意して焼いて食べるっていう最高の組み合わせもありますけどね、うん、どうしてもこうしょっぱいハラスってよく売ってるんですけど、うん、それだとねもうそれで食べるかちょっと何かと会えるかぐらいしかできないんで、そう考えるとすごく便利ですね。あのアマゾンあとは楽天で買えますので、あ、はい、ぜひ。機械がハイボールもついてくるんですか？ハイボールはついてこないです、ね。あ、来ない。それはお店でお願いします。わかりました。いや今日も大満足でした。はい、よかったです。ありがとうございます。次の料理も楽しみでします。はい、頑張ります。ごちそうさまでした。ありがとうございました。